はようございます。あ、もう携帯してるし。おはようございます、ななはさん。ななはさん、運動会です。ななはさん、やばいです。起きましょう。ななはさん、運動会です。起きてください。あーくーしゅ。ななはとするか。はい、なな、運動会用意しましょう。朝ごはん行きましょう。お昼ごはん何食べるんですか。ななはさん、 B、 スシローですか、くら寿司ですか。あんたらくら寿司好きやな。朝ごはん行きます。猫たちがご飯を食べてる間に朝ごはん行くよ。あれ、おとんがおる。おとんおる。休みやん今日。おはよう。どうしようもないねんけどな、昨日24時間撮影しとってさ、ね、最近 Vlog とか朝から晩まで撮影しとやんか、そしたらさ、カメラ回っとってもカメラ回ってなくても気にしてないやつらがな、ゴロゴロすんねんな。カメラ回っとるのにすぐ寝転ぶ、しかもカメラに向かって喋らへん。勝手に喋っと、勝手に喋ってんねんが。うわ、何やられた。いや、だからそれやで、それカメラに向かって喋って、何か分からへんやん。はい、これはひかるちゃんの焼きそばです。やった、焼きそば。夜ご飯食べれないんでね、今日昼お寿司行きたいって言ったけど、一応一緒に。心くん寂しがりでさ、サークルメンバー呼べや、なんか漬けさん呼べや、あーだこうだ言うからさ、はい、ジョーくんとモーくんも遊びに来てって言っといても。朝から焼きそばですか。水と氷結しか飲まへんって言ったら、やっぱりあれ、乳酸菌系は飲まんのかって、それ飲んだ方がそら腸にはいいよって。食べれて。昨日は病院行った結果さ、私さ、水中毒って言われたから飲みすぎやねん。昨日量を測ってみたけど、 500ml を4本と氷結を3本飲んでた。ゆうちゃんが起きてきた、一言も喋らないぞっていう話を昨日からしてます。おはようございますやろ。喋ってくださいね。おはようございます、ななはさん。今日はどんな競技に出るんですか。トルンジャ。トルンジャ。何組やった。赤組。りーちゃん応援しな。これナス食べ。ななちゃんが運動会。何人でもいけるから。クラッカーも適宜。ダメね、どこの野球プロ野球応援団チームや。ななちゃん、パワー出た途端に倒れてな。明日かんで倒れんねんで。やめて。なんか7がいらんこと入れられようねんけど。なあ、だよ、パンは1番目やろ、7番目に走るから。え、あんた最下層なん。最下層って何やねん。弱い人が一番最後になるって。あ、間違いだ。強い人が一番最後になるよ。季節外れのインフルエンザがすごいらしいな。季節外れ今は、うん、今だいたい修学旅行生がユニバ行って帰ってきて軒並み全滅しとる。なってない。なってないわ。なんでよ、2万円どこやって。おいどりを机の上に。机の上に置くな。財布の中に入れろ。え、せんどこ。取られるね。もら、もら。ママに取られるね。え、なんかもらったやん。もらえたから、もらったまま机の上に置いといた。危ないから。取っとくわ。体育祭いつや。体育祭は確か10月の。やんな。最初らへん。やんな。今日さ、12時半にさ、あの夢の中でづけさんが出てきてさ、俺やいつものふざけて、いつものづけさんのノリで、お前こんそんなこと言うんだったら首絞めてやるよって言って、心くんを首絞めたらガチで息できんくなって、心くんがぶっ倒れたっていう夢で飛び起きて、こうしたらりゅうちゃんまだ起きとってトイレ行って寝た。急に起きてさ、うん、今ならなんか先起きて、ママお薬かもってなったら6時。うん、ママ今日10時に寝るよ。10時に寝る。醤油ね、醤油が寝る。うん、だって心くんだって11時とかやってやん、土曜日。じゃあ俺日曜日に検査を。日曜日はやめる、うん、残念ながら月曜休み。でもな、ね、ななちゃん残念ながら月曜日は5時まで携帯できへんから。中国では置いて食べるらしい。そう、日本だったら大丈夫。中国人やから。え、でも置いて食べるのね。ごちそうさま。お前が映り込んでいる。はい、体操服に着替えてきてください。頭の髪の毛しましょう。前髪、前髪止めとったらいいやろ。何がいい、何がいい。チョコピンで止める。何もしない。ななちゃん運動会ですね。いいですね、運動会。なんかね、運動会とかさ、そういう行事って1年に1回しかないやん。懐かしくなるよね。小学校4年生の時の運動会とか何しとったかな。チャンコリ玉入れとかしとった気がする。今日もね、しっかりあの普段はね、あんまり公開しないんですけど、実はあの心くん1年生の時から真剣に動画とか撮ってるんですよ。
それね、あのパソコンに残してるんですけど、世には公開できない動画や写真をね、ちょっと撮っていきたいなと思います。写真をね、ちょっと公開できたらね、いいなと思ったり。ななちゃん、どんな競技をするのか。最高リレーと、あ、他はラジオ体操と始めの式と終わりの式が。あ、オッケーオッケー。めちゃくちゃ張り切ってますね。私も張り切ってメイクしてますけども、あれはね、めっちゃ張り切ってるで。4年生の時、心くんもがっつり YouTube しておから、今まで、今の今までさ、毎年疑問やってんけどさ、運動会のたんびに奈々ちゃん、心くん長袖の体操服で行きよったよね。なんでな。あ、奈々な、あの奈々な、最近生え始めて長袖着始めた。そんなことはないよ、ずっと長袖着とったよ。もう全部完食してるじゃん。昨日なんで見てやらんかったん。充電できへんのやったら持って行っても意味ないやん。だから昨日確認せえって言ったのに。だから充電、だからそれをパパに確認してもらえって言ったの。昨日渡した充電器はって。充電を挿したんじゃなくて、充電を挿してつくかどうか確認してから終わり。充電挿したで OK じゃなくって、電源ついたよ OK にし、電源ついたかどうか確認し、じゃないとこうやって焦らなあかんくなるやん。こっちが開くのか。どこ、タブレットドリル開いたの。うんうんって今言ったやん、あなたが。そうやって、いや、昨日の7時半からしといたらよかったね。リュックサックだかナップサックで登校する。はい、急げ。リュックサック、ナップサックだ、どっちでもいい。はい、マスク、マスク、はい、靴下履いたな。今日は紫で統一ですか。紫で統一ですね。はい、後で行くからね、うん、みんなで。分かった、いってらっしゃい。バイトー。もう朝からなんやねん、大変すぎるぞ。大丈夫？ちょっとカエルちゃんがね、体調悪いみたいで。ごめんごめん。はい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 。はい、じゃあ9時半になったら運動会行きましょう。おかえり。タイミング悪い。ああ、体操服、体操服。おはよう。着替えてきて、すぐ。運動会終了。奈々ちゃん張り切ってましたね。すごく張り切ってました。で、なんかな、奈々ちゃんといつもあの遊びに来るクーちゃんな。なんか今日本番でめっちゃ活躍できた言って喜んどったな。奈々ちゃんリレー頑張ってたな。ズボンが落ちよったけど。はい、いいですか。逆、前と後ろ反対。どうでしたか。楽しかった。何が一番楽しかった。しっぽ取り残念やな。2対1は無理やんな、最後。で、その前に誰かに壊れたし。引っかかれました。これ、マキロンせんでいい？大丈夫やな。誰にやられたかわからんねんね。無事、終わってよかったです。朝から大変でした。もうそれも耳ねえに聞いてもらおう。定期的にチーム図確認しましょう。ななちゃん。ちゃんと学校の分確認しましょう。はい。はい、それでは終わります。勝負いい。